不倫をした芸能人5選。皆さんこんにちは。カトゥーンの中丸雄一さんが7日にニュースサイト文春オンラインで女子大生とのホテルでの密会を報じられました。そのホテルとはあの有名なアパホテル。アパは意外と芸能人の御用達なのかもしれません。そこで今回はアパ不倫をした芸能人5選と題して話題になった芸能人のスキャンダルについて詳しくお話しします。1. 袴田義彦さん。俳優の袴田義彦さんは2017年1月にアパ不倫という言葉を世に広めた先駆者的存在です。当時41歳だった袴田さんは30代のグラビアアイドル青山真麻さんとの不倫が週刊文春によって報じられました。袴田さんは1975年生まれの俳優で数々のドラマや映画に出演し人気を博していました。2007年に一般女性と結婚し2011年に第一子が誕生するなど幸せな家庭生活を送っているように見えていました。しかし2017年1月衝撃的な不倫報道が世間を騒がせます。報道によると袴田さんはアパホテルのヘビーユーザーでメンバーズカードを所有しコツコツとポイントを貯めるほどでした。青山さんとは約10回ホテルへ行き、そのうち7回はアパホテルだったそうです。特に新宿のアパホテル&リゾート西新宿5丁目駅タワーやアパホテル東新宿歌舞伎町がよく利用されていたと報じられています。アパホテルが選ばれた理由として手頃な価格と全国展開による利便性が挙げられます。またビジネスホテルとしての性格上他の宿泊客との接触が少なくプライバシーが保たれやすいというメリットもあったでしょう。この報道により袴田さんは所属事務所との契約を解除され芸能活動を自粛することになりました。妻との離婚協議も進み2017年9月に離婚が成立。離婚に際しては慰謝料として約3000万円を支払ったと報じられています。その後袴田さんは芸能活動を再開しましたが以前のような活躍の場はなかなか得られていない状況です。2018年8月芸能活動再開時にはずっと家にこもっていました。反省する時間をいただきましたとコメントしています。この事件は芸能人の不倫報道におけるアパ不倫という言葉を定着させ後の同様の報道にも影響を与えました。またアパホテルという特定のホテルチェーンが不倫のイメージと結びつけられる結果となりました。袴田さんの事例は芸能人の私生活への過度な注目がキャリアに致命的な影響を与えうることを示しています。同時にビジネスホテルの利用方法に対する社会の目が厳しくなるきっかけとなりホテル業界全体に影響を与えたと言えるでしょう。 2. 柳沢敦さん。元サッカー日本代表の柳沢敦さんは2018年6月にアパ不倫が報じられました。当時40歳だった柳沢さんは鹿島アントラーズのコーチを務めていました。柳沢さんは1977年生まれの元サッカー選手で日本代表として2002年2006年のワールドカップに出場し J リーグでは鹿島アントラーズで活躍しました。またセリエ A のイタリアのチームに加入もしました。特に2002年のワールドカップではシュートを外した際の急にボールが来たのでという発言が QBK として話題になりました。2002年にモデルの小畑ゆかりさんと結婚し2人の子供にも恵まれていました。妻の小畑さんは柳沢さんのサッカー選手としてのキャリアを常にサポートしてきた存在でした。鹿島、イタリア、京都、仙台とチームが変わるたびに同行し支え続けてきました。そんな柳沢さんの不倫報道は多くの人々に衝撃を与えました。報道によると柳沢さんは5月20日の鹿島対ベガルタ仙台戦の前日に宿泊していたホテルで女性サポーターと密会していたそうです。この女性は20代後半で鹿島アントラーズの熱心なファンとして知られており SNS のフォロワーも1300人ほどいたといいます。2人は渋谷区道玄坂のダイニングバーで食事をした後近くのアパホテルに入っていったとされています。また4月6日にも湘南ベルマーレ戦の前日に同じ女性とホテルで密会していたことも報じられました。アパホテルが選ばれた理由として予約の簡便さが挙げられます。オンライン予約システムが整っており簡単に予約ができるため
急な密会にも対応しやすかったのでしょう。この報道を受けて柳沢さんは直撃取材に対し、お会いしたのは事実です、飲むというよりは会話をしたというか、本当に鹿島が大好きな方なので、そこでまあお会いしてサッカーの話をなどと苦しい弁明を行いました。その後柳沢さんは鹿島アントラーズを退団、クラブは本人の意向を尊重し退団を認めることとしましたとコメントしています。この事件はスポーツ界にもアパフリンの波が及んだことを示す象徴的な出来事となりました。また SNS の影響力の大きさも再認識されることとなりました。ファンとの距離感の取り方が改めて問われることになったのです。柳沢さんの事例はスポーツ選手や指導者の立場にある人物の私生活が与える影響の大きさを示しています。特に若い選手の模範となるべきコーチの立場にあった柳沢さんの行動はスポーツ界全体の倫理観に疑問を投げかけることになりました。3. 中丸雄一さん。カトゥンのメンバーである中丸雄一さんのアパ不倫報道は2023年8月に週刊文春によってなされました。現在40歳の中丸さんは橋本環奈さんにの女子大生とアパホテルで密会したと報じられました。中丸さんは1983年生まれのアイドル、タレントです。1998年に旧ジャニーズ事務所に入所し、2006年にカトゥンとしてデビュー、グループの最年長として活躍する一方、2008年には24歳で早稲田大学の E スクールに入学し、ジャニーズ初の総大卒アイドルに、2021年からは嵐の二宮和也が開設した YouTube チャンネル「よにのチャンネル」のメンバーとして動画編集を担当、2023年には漫画家としてもデビューを果たしています。中丸さんは2024年1月16日に元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈さんとの結婚を発表したばかりでした。結婚発表時には、これからはより一層自分らしく芸事に励み、人に必要とされるように努めてまいりますとコメントしていました。しかしその約半年後に衝撃的な不倫報道が飛び込んできます。報道によると、中丸さんは結婚から半年も経たない5月20日夜に、都内某大学に通う女子大生と渋谷区道玄坂のダイニングバーで食事をした後、近くのアパホテルに入っていったそうです。アパホテルが選ばれた理由として、目立たない外観が挙げられます。一般的なビジネスホテルの外観のため、特別な注目を集めにくく、人目を避けやすかったのでしょう。この報道を受けて中丸さんの所属事務所は、社会的にも影響力のある立場として、自覚と責任に欠けた行動であり、弊社としても看過できず大変遺憾に思っております。中丸自身も厳粛に受け止めており、ご家族やお相手の方に対しても辛い思いをさせてしまったことを深く反省しております。今後についてですが、本人の希望も含め謹慎することとさせていただきますとコメントを発表しました。中丸さんは謹慎処分となり、レギュラー出演していた週1、朝だ、生です、旅サラダ、家事野郎などの番組にも影響が出ることになりました。この事件はジャニーズ系アイドルのスキャンダルとして大きな注目を集め、芸能界に衝撃を与えました。また新婚間もない時期の不倫報道ということで、世間の批判も厳しいものとなりました。それでは今回の中丸さんと当該女性との交際の詳細を見ていきましょう。事の始まりは約1年前に遡ります。2023年の夏頃、中丸さんは東京都内の路上である女性をナンパしたそうです。その女性は20代の女子大生で、橋本環奈さん似の高身長の女性だったと言われています。この出会いから中丸さんと女子大生は時々食事を共にする仲になりました。女子大生の証言によると、中丸さんからの誘いは頻繁にあり、20回くらいは断ったそうです。しかしそれでも2回ほどランチをしたとのこと。ここで注目すべきは、この時期中丸さんはまだ笹崎里奈さんと交際中だったということです。結婚前とはいえ、恋人がいる状態で他の女性とこのような関係を持つことはモラルの面で問題があると言わざるを得ません。そして2024年1月16日、中丸さんと笹崎さんは結婚を発表します。多くのファンが祝福し、幸せな新婚生活が始まるかに思えました。しかし、結婚から半年も経たない
2024年7月4日、中丸さんは例の女子大生をアパホテルに呼び出したのです。この日の出来事が週刊誌によってスクープされることになります。報道によると、中丸さんは変装らしきものはしていたものの、その姿はあまりにも中丸雄一そのものだったそうです。ホテルを出る際、中丸さんは女子大生にタクシー代として7000円を渡したとも言われています。この報道を受けて、中丸さんの所属事務所は迅速に対応しました。事務所は中丸さんの行動について、社会的にも影響力のある立場として、自覚と責任に欠けた行動と述べ、遺憾の意を表明。中丸さん本人の希望も含めて、しばらくの間休業することを発表したのです。では、この不倫スキャンダルによって中丸さんにはどのような影響があるのでしょうか。まず最も大きいのはイメージダウンでしょう。中丸さんはカトゥーンのメンバーとして、また個人としても多くのファンを持つ人気タレントです。清廉なイメージで知られていただけに、この不倫スキャンダルは多くのファンを失望させることになるでしょう。次に仕事への影響です。中丸さんは複数のテレビ番組にレギュラー出演していましたが、これらの番組から休止、降板することが決まっています。これにより出演料や関連する収入が失われる可能性が高いです。特に日曜日の朝の情報番組週一は、中丸さんの代名詞ともいえる番組でした。この番組を失うことは中丸さんのキャリアに大きな打撃となるでしょう。さらに家族への影響も無視できません。中丸さんは結婚してわずか半年でこのようなスキャンダルを起こしてしまいました。新婚の笹崎里奈さんの心中は察するにあまりあります。離婚に発展するかどうかは現時点では不明ですが、夫婦関係に大きな影響を与えることは避けられないでしょう。また所属事務所への影響も考慮する必要があります。事務所のブランドイメージにもダメージを与える可能性があり、他の所属タレントにも間接的な影響が及ぶかもしれません。中丸さんの不倫による具体的な金銭的損害額は明らかにされていませんが、これらの影響が彼のキャリアや生活に与えるダメージは計り知れません。では中丸さんの休業期間はどのくらいになるのでしょうか。具体的な期間は明示されていませんが、一般的な芸能人の不倫スキャンダルにおける休業期間を考慮すると、半年から1年半程度になる可能性があるとされています。この期間は過去の類似ケースに基づく推測であり、実際の復帰時期は状況により異なる可能性があります。例えば世間の反応やスポンサーの意向、中丸さん自身の反省の度合いなどが復帰時期に影響を与えるでしょう。またカトゥーンというグループの今後の活動スケジュールも考慮に入れる必要があります。グループ活動に支障をきたさないよう慎重に復帰時期が検討されることでしょう。中丸さん自身や所属事務所からの正式な発表が待たれる状況ですが、少なくとも半年以上はメディアから姿を消すことになりそうです。この間中丸さんは自身の行動を深く反省し、失った信頼を取り戻すための努力をすることが求められます。また家族との関係修復にも時間を費やす必要があるでしょう。復帰後も以前のように気軽に様々な仕事を受けられる状況にはすぐには戻れないかもしれません。信頼回復には長い時間がかかることを覚悟しなければなりません。このスキャンダルは芸能人としての責任の重さと、一つの過ちがキャリアに与える影響の大きさを改めて示す結果となりました。中丸さんの今後の動向と、彼がこの試練をどのように乗り越えていくのかに注目が集まっています。この事態の推移に引き続き注目していきましょう。4. 後藤真希さん。元モーニング娘。の後藤真希さんのアパ不倫の報道は2019年3月に週刊文春によってなされました。当時33歳だった後藤さんはオンラインゲームで知り合った元彼との不倫が報じられました。後藤さんは1985年生まれのタレントで、1999年にモーニング娘。の3期メンバーとしてデビュー。グループの全盛期を支えた人気メンバーの一人でした。2014年に一般男性と結婚し、2015年に第一子を出産。その後もママタレントとして活躍していました。しかし、2019年3月に衝撃的な不倫報道が世間を騒がせます。報道によると、後藤さんは
アパホテルだけでなく、ララポート豊洲で映画鑑賞、ビッグエコーでカラオケ、錦糸町のラブホテルにも行ったとされています。特にビッグエコーでのキスシーンやラブホテルでの密会が詳細に報じられました。この庶民的なデートコースは意外にも一部の男性から好意的に受け取られました。元トップアイドルの行動として意外性があったことや素直に事実を認めて謝罪したことが評価されたようです。ネット上では不倫は良くないけど欺かれた感じはしない、トップアイドルがオンラインゲームで知り合った一般人と付き合うなんて夢がある、デートコースがらしさ全開でそこまで叩く気になれないといった意見も見られました。後藤さんは自身のブログで不倫の事実を認め謝罪、夫は彼女を許し現在は円満であると主張しています。この事件は芸能人の不倫報道に対する世間の反応が必ずしも一様ではないことを示す興味深い例となりました。またオンラインゲームを通じた出会いという現代的な側面も注目を集めました。後藤さんの事例は不倫報道に対する世間の反応が状況や対応によって大きく変わりうることを示しています。5. アレクサンダーさん。タレントの川崎のぞみさんの夫であるアレクサンダーさんの浮気報道は、具体的にアパホテルでの出来事かどうかは明確ではありませんが、アパ不倫の文脈で語られることが多かった事例です。アレクサンダーさんは1986年生まれのタレント実業家です。2013年に元 AKB48 の川崎のぞみさんと結婚し、2017年に第一子が誕生しています。夫婦でテレビ番組に出演したり、 SNS で仲の良い様子を発信したりと理想的な夫婦像を見せていました。しかしアレクサンダーさんの不倫疑惑はたびたび報じられており、川崎のぞみさんとの関係性に注目が集まっていました。特に2019年にはアレクサンダーさんが複数の女性と関係を持っていたとされるスキャンダルが報じられ、大きな話題となりました。この報道では具体的な場所は明かされていませんでしたが、アパ不倫という言葉がメディアで使用されることがありました。これはアパ不倫という言葉が芸能界のスキャンダルを表す一種の代名詞として使われるようになったことを示しています。アレクサンダーさんはこれらの報道に対して SNS で反論や謝罪を繰り返し、その度に話題を呼んでいます。川崎のぞみさんも夫の不倫疑惑に対して SNS で心境を吐露することがあり、夫婦の関係性に注目が集まり続けています。アレクサンダーさんの事例はアパ不倫という言葉が一人歩きし始めたことを示唆しています。具体的な証拠がなくとも、不倫報道といえばアパ不倫と結びつけられるようになった、メディアや世間の反応の変化が見て取れます。また SNS を通じて私生活を積極的に発信する芸能人夫婦のリスクも浮き彫りになりました。以上、5人の芸能人によるアパ不倫事例を見てきました。これらの事例からアパホテルが不倫の場所として選ばれる理由として以下のような点が考えられます。 1. 手頃な価格。アパホテルは比較的安価で利用できるため、頻繁に利用しても金銭的な負担が少ないというメリットがあります。 2. 全国展開。アパホテルは全国各地に多数の店舗があるため、どこでも利用しやすいという利点があります。 3. 予約の簡便さ。オンライン予約システムが整っており、簡単に予約ができます。 4. プライバシーの確保。ビジネスホテルとしての性格上、他の宿泊客との接触が少なく、プライバシーが保たれやすいです。 5. 目立たない外観。アパホテルは一般的なビジネスホテルの外観を持っているため、特別な注目を集めにくいです。 6. メンバーズカードの利用。常連客向けのメンバーズカードを利用することで、さらに目立たずに利用できる可能性があります。これらの要因により、アパホテルは芸能人が不倫や密会の場所として選びやすい環境を提供していると考えられます。しかし、このような利用は倫理的な問題を含んでおり、社会的な批判の対象となる可能性が高いことに注意が必要です。これらの影響を踏まえると、アパ不倫報道は単なるゴシップ記事以上の意味を持っていたと言えるでしょう。芸能界の在り方やメディアの報道姿勢、さらには社会の価値観にまで影響を与える現象だったのです。単なる芸能ゴシップを超えて、現代社会のさまざまな課題を
浮き彫りにしているのです。私たちはこれらの事例から学び、より良い社会の在り方について考えを深めていく必要があるでしょう。いかがでしたでしょうか。皆さんはどのように思われましたか。ぜひコメント欄にて教えてください。またこの動画が気に入っていただけた方は、チャンネル登録と高評価もぜひお願いします。それではまた。